皆さん認知症とは脳にです、ね、いろんな病変が生まれてきてです、ね、それによって分かる力が低下してきて例えば記憶力の低下であったりとか判断力の低下を生じそれによって日常生活が困難になる病気ですこの病気は今の医療では治すことができませんでは認知症になったら終わりなのでしょうか認知症になっても人生は終わりではありません なぜかというと脳っていうのは場所によって機能が分かれています今日ここに脳を持ってきましたけど前側皆さんで言うとおでこの辺りに前頭葉っていうところがありますけどそこが考えたり判断していますここは認知症になると衰えてきますので考えたり判断することが苦手になりますまた頭で言うと横の方この辺ですねこの辺には 側頭頭頂葉連合葉といってですね記憶がいっぱいしまわれてますここも認知症になってくると衰えてきますのでいろんな記憶が思い出せないそういう症状が出てくるわけですね一方で脳の後ろ側皆さんで言うと首の後ろぐらいにですね小脳というところがあるんですがこの部分は何をしているかというと運動の記憶がここに蓄えられていますなので 皆さんがですね例えば自転車に乗れるようになってしばらく自転車に乗らなかったとしてですねまた自転車に乗ろうと思った時に自転車に乗れるのはここに運動の記憶が蓄えられているからなんですねここはですね認知症になってもやられにくい部分なので運動の記憶っていうのは人間に残ってるわけですなので慣れ親しんだ仕事であったりとかあと家事動作毎日子供にご飯作ってあげたよとかですねあとはこういう趣味が好きだったよとか そうやって毎日毎日ずっと続けてたことっていうのはこの小脳に記憶が残っているのでたとえですね認知症になってもできるわけですねなので認知症の人でもこの小脳を使うことによって誰かにご飯を作ってあげたりとか趣味を楽しんだりということができますでリハビリテーション多くの医療福祉従事者はですねマイナス面の軽減を考えます病気を治してあげようとか 記憶が悪いんだったら記憶をもう一回良くしてあげようって考えるんですけど認知症に関してはなかなか難しいわけですね良くすることが難しいでもリハビリテーション専門職はできることに注目しますこれはよその仕事とちょっと違うところです認知症になっても小脳にある記憶を使えばまだまだできることがあるって言ってできるところに目を向けて能力を引き出すっていうところがリハビリテーションの専門になります皆さんで言うとマイナス面っていうのは苦手科目のお勉強だと思うんですよね 苦手科目の勉強ってどうしても辛いと思うんですけどそんな時にですねちょっとプラス面に目を向けていただいて好きなこととか楽しいことから勉強していただくそうするとです、ね、脳には好きなこと楽しいことをやるとドパミンっていうホルモンが出てよく働くようになるということが分かってます。ななので、まあ、苦手なことを勉強する時には 得意な科目であったりとか苦手な科目も簡単な問題絶対解ける問題からやっていただくと得意科目と苦手科目両方鍛えることができるんじゃないかなと思います。